1月31日、鈴の森公園で野鳥の観察会が行われました。この観察会は、鈴の森公園に生息するさまざまな生き物を観察することで、自然環境への関心を高めてもらおうと開かれました。今年で4回目の開催となります。この日は家族連れなど30人を超える人が参加しました。観察会では、日本野鳥の会三重の人たちが講師として同行し、公園内を2班に分かれ野鳥を探しました。参加者たちは芝生に降り立った白石霊やつぐみ、池で泳ぐカルガモの群れを見つけると、双眼鏡を使い楽しそうに観察していました。種類としては同じ種類。綺麗やな。木の枝に止まっている山柄を見つけると、美しい姿に少し興奮しながら写真を撮る参加者もいました。はい、とても楽しかったです。いっぱい鳥が見れたんで、すごく良かったです。もういっぱいちっちゃい鳥も大きい鳥もいろいろいましたけれども、もう素晴らしい公園になったなと思って、つくづく感動しました。ありがとうございます。はい、野鳥を見ることができてよかったですね。